はい、皆さんこんにちは、アチでございます。イーソル人ですね、やっていきましょうと。桃たちの花と正気はイーソの大地に様々な影響を与えています。レア様たちが可愛がっておられたルーが魔物化したのもその一つでしょう。ルーは魔物化してるのね、あれ。そうなのね。かつての聖獣とはいえ、神殿内に入れるわけにはいかなくなってしまいました。ただ彼らに害がないのは確かです。どうか見かけたら友好的に接してあげてくださいと。ユーゴ君、上層へ行くほど島内の行動は複雑化していきます。ここから先は皆さんお互いに協力することが必要になるでしょう。些細なことでも気づいたことは報告を願いますと。いやもうユーゴ君その気全くないね。ティーノ君、今探索している区域で床に描かれた妙な紋章を見なかったかい？11階にある女神像の部屋から2ヶ国ほど戻ったところだったかな。明らかに床の装飾とは違う紋章が描かれているんだ。かすかな魔力を感じたし、あれはきっと何かあるに違いない。ヒントくれてるんでしょうけどね。11階ね。他誰かいんのかな。女神たちは塔の中にいる。急いで探しに行くぞと。戻れないと。ということね。でね、私ね、ごめんなさい、教えていただいたんですけども、律儀にこれをね、女神さんのところで使ってましたね。いらないんですね、女神さんのところで。あ、これあれだね、もう教えていただいたもんですよね。マスコバイズを使うんですよね。さあ、杖もレベル4になりますね。あら、入った。あ、ここからかい。まああれがなくなったからね、先進むんですけど、よいしょ。で、私は、あれかな？今何？あ、今火だね。ルビー取ったんでね。で、ためができるんですね、これね。ためたら、どうなの？おールビーを1個でも取らないとためれないと。まあ、ここら辺はなんとかなりますね。最近ね、めっきりボスと会ってないので。おお、出て。あ、でもだいぶ強くなったね。ん？なんか拾えないね。さあ、床の色が違うところは、いたよね。なんか紋章を書いてるっていうのはね、あそこだよね。マスコバイズ使ってもちろんないよね。でもここもみんな終わってるので、いや、かなり強くなったね。通り過ぎの間にやっつけるもんね。おい、あれれれれれれ、間違えたのね間違えちゃったのね。かな。あ、やっつけちゃう。強くなってる、めっちゃ。あ、こっちだね。あ、かっこいいな。これはこれかな。あ、レベル上がっちゃった、また。で、あ、ここでこれだね。で、ピョーンって飛んで、あ、ここはいけないんだね。で、ここだ。おぉ、そっか。で、ここはいけないんだよね。いけないのかな？で、こうなって。あ、まあ、いや、一応使っちゃおうか。お、いけるのかい？おぉ、いけたね。お、あの、風使わなくてもいけんだね。で、こっちは何もなかった。あー、これは風かな？風使っちゃいましょうか。よいしょ。で、これはどこ行くんだろう？あ、こっちだね。よし。これはあれだね。
あの目が変わらないんでいいって言えばいいんだよね。でダメージを防いでくれるんだよね。一回ね、風もいいかもしれないね。あら、これはいいのかい。あ、いいんだね。ああ、いいだいいだ。もう何してんの。風いいかもしれないね。止めたらどうなんだろう。ほい、お、何が違うかあんまり分かんないあんま分かんないね。あ、これは何かあるね。これいいとこ来たんじゃない。向こうに宝、あー、なるほど、宝箱開いてるよね、あれね、向こう側にね、見えてるのは。どっちがいいんだろう、防御の風か攻撃の火か。あ、でも防御と言いながらもあれだよね、なんです、あの目が減らないんでね、いいよね。おお、すごい凝った作りしてんね。おらおらおら、あ、マジックパワーがないんだね。あ、そうか、ダメージ当たってるような気がする。あ、おお、もうレベル上がったの、早い。多分レベル上がったね。あ、これダメージ当たってるよ、風当たってる気がする、ダメージね。当たってないかなあ、これ人それぞれだな、使い方ね。あっちもいるんだけど、こっちは火で行ってみるか。おお今ひそかに私倒れてたねやられてたね、ひそかにね。あ、やっぱ火も強いって言えば強いね。こっち行けるでしょ、こっち行っちゃいましょうか。すごいいっぱいあるね。どっちもいいな、こうつけがたいね。あ、こうつけがたいな。あ、なに、なんもないのこれこれはなんもないんだね。ダイナソーはね、ちょっととんでもない展開になりました展開というか別にあれなんですけどね、あのダイナソーはね、ちょっと修行することになりそうですね。まあ、見てもらえれば一番いいんでしょうけどね。やっぱり情報が、いや情報というかあれですね。え、あ、びっくりしちゃった。なんか屋根を感じかしないんだけどね。ああ、なんか火をつけに回れと、そういうことかな。はい、ダメージ食らうんだね。あ、そういうことか、守られてるよと。おお、何何、あ、味方だったのか、目だったのね。おお、当てたね。あ、ちょっと待って待って待って、あ、そんなもんあったんだね。
いやー、やばいね、広くなってきてる。どん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 広くなってきてるね。で、これで、クリスの力で邪神像を浄化したと。で、セーブしましょうか。ここだね。13回。で、さらにカゴ受けましょう。もうだいぶ溜まったでしょ。アイテムの出現率を増加。状態悪化の時間短縮、レベル2。あ、ブースト回復率増加。あの、ブースト使わないんだけどね。あ、装備中の防具、足強化。はい、どうぞ。はい、で、お次は、レベルがあるんだね。あら ?2800 しか残ってない。あれ、あ、そっかそっか。まだ3000しかなかったんだね。あ、何してんの。さあ、こっちに行くと。はめ込まないといけない。扉は片言とされている。どうやら鍵となるものが必要のようだと。で、最近のっぱらね、ボスが。目が1個取り残されてたね。私多分これレベル、そうじゃないね。多分レベルが高いんだね、きっとね。そんな気がする。まあ、おかげで楽できんで。でも、ボスは多分また屍の山気づきそうだね。まあ、前回は、ね、結構いけちゃったんであれなんですけど。よいしょ。こっちかな？左手をね、使うと。あ、でも敵がいないということは。ああ、そういうことね。こっちで合流しちゃうんだね。はい、こっち行きましょう。あら？あれれれれ？あれれれれれ？あらら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 ら、これはもう奥行けない、行けないね。で、こっちは？よいしょ。いや、すっかり三本指がね、慣れちゃいましたね。おかげでね、ダイナソーもね、XY はな、X を中指、Z を薬指でやるようになりましたね。慣れてみれば意外にあっさりいけるもんですね。昔は、うわ、何？あ、そうか、これ目から出てるのか。よいしょ。SP のね、SP の回復が今早くなってんでね、いいことです。あ、落ちていったよ、今。敵さん。落ちていったね。で、これを取ると。おっと。ちょっと待ってね。いけないよね。いけないんだね、これね。ちょっかいだけ出して、帰りますけど。あ、そうですか、これだ。何？ブーストしちゃった。あー、これはダメだね。え、これでいいの？いいのかな。あ、そうか、ブーストしてるからこうなんだね。あれ、まさか戻らないといけない。あ、ちょっとごめんなさい。あれ、戻らないといけない。戻らないと火をつけに行けないかな。経験値の倍率かかってんのかな。だからそんなの。あ、ここだね、多分ね。ここもやらないといけない気がするね。違うかな。で、こっちないもんね。降りれないと。火が消えてるとこないかな。あー、落ちちゃった。これもちょっとかなりジャンプしてたね。よいしょ。よいしょ。
よいしょ、あ、違うっぽいな、ここ。こういうの違うっぽいね。これでもやっぱ魔法は重ねがけした方がダメージでかいみたいですね。あ、これではないね。あ、間違えたかな。これどんどん間違えてるね。あ、間違えてるわ、これ。あ、間違えちゃったね。こっちまで帰ってこなくても多分いいんだ。よいしょよいしょ。あ、こっちダメで、こう行ってこう行って、違った、こっちに行かないと。はあ、で、こうだね。で、行けて、うぅ、で、ここからは風なんだよね。って感じだったよね、確かね。ああ、そうですか。あ、いいんだね。ここじゃないんだね。じゃあね、ちょっと時間よくなりましたね。この辺で終わっておきましょうか。イースオリジン。うわ、すごい綺麗だね。こんなとこに、こんな背景のところに塔が立ってるってすごいよね。あ、海もあるんだ。というわけで終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。